これ、レゴスティポリストラック司令本部。わーい、警察ってかっこいいよね。僕も犯人逮捕してみたいな。レッツプレイ。ファンファンキッズ TV、 やっほー、ここを登録してね。まず僕は牢屋を作ろうっと。じゃあ僕はここ。
獄の罪で逮捕だ。消えた。おとなしく牢屋に入りなさい。わかりました。あー、ドキドキした。これからもこの町の安全は僕たちに任せなさい。居眠りしてたくせに。みんなも警察レゴで遊んでみてに。そして作ったものを僕たちに見せて。動画で紹介してほしい子は LINE でお友達になって写真を送ってね。ツイッター、インスタにもハッシュタグサンサンキッズであげてくれたら嬉しいな。詳しくは概要欄を見てね。また次の動画で会おうね。僕たちがおもちゃをお届け。畳のクアドリラ、キュービーアイ、マグホーマー、家族みんなで挑戦だ。クアルト、赤ずきん、将棋、コリドール、家族みんなで対決だ。おもちゃ部、おもちゃ部、チークおもちゃも定額制、サンサンキッズがやってるよ。いろんな生き物さんと働く車を合体させよう。どうなっちゃうかワクワクする。それじゃあ行ってみよう。カッサカッサカーサークモさん、ザクザクショベルカー、ごっつんこして合体だ。クモベルカー、ショベルがいっぱい、クモベルがいっぱい掘れるよ。でも怒らせたとダメじゃない。だって早く遊びたいんだもん。ねえ、サンサン。え、ごくん、ごくん。ちょっとサンサン、飲み込んでない？ま。あれ？なんかさっきより大きくなってる？お腹すいた。え、なに？お腹すいた。
腹すいた。え、嘘でしょ。お腹すいた。サンさん落ち着いて。あー、いやー、ダメだ。サンさんどうしちゃったの。クモさん食べちゃダメでしょ。お腹すいた。まだお腹が空いてるって勘違いしちゃうの。それで食べ過ぎてしまったりお腹を壊してしまうのよ。それによく噛まないと丈夫な歯が作られないのよ。あ、さっきのサンさんは歯がなかった。だから噛まれても痛くなかったんだ。そうね、屋根をよく噛んだからきっとお腹がいっぱいになったのね。そういうことか。早く遊びたくて噛まずに食べてたけど、今度からはよく噛んで食べるよ。そうだよ、こんな風にあま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 あって。クモリン、それ。え、わー、ヘビさんだ。ごめんなさい。クモリン、お天気がいいから気持ちいいね。うん、最高。なんか音しない？わー、あっちだ。しかもスズメバチじゃない？怖いよ。こっちに隠れよう。なに？この立派な巣も最初は女王様が
夢中って思われちゃったんだ。早く逃げなきゃ。いっさほいさ、キー、助けて。おい、行くぞ。大丈夫か。ありがとう。ここから出たらダメだぞ。うん、僕幼虫じゃないのに全力で守ってくれるんだな。どうしよう。くもりん、くもりん、助けに来たよ。なんだ。このくもりんを返せ。えい、攻撃されたぞ。行くぞ。
ハコフグナイフで切り取るよ。綺麗なサメの形にしてあげよう。サメを傷つけないようにゆっくりね。よし、できた。そしたら型から取り出すよ。ドキドキドキ。はい。へい、お待ち。ピッチピチのサメ組だよ。なにょーい、おいしそう。こっちのはオウムガイとダイオウグソムシでした。こっちもおいしそう。それでは新鮮なサメさんをさばいていきましょう。お願いします。顔の右側に切れ込みを入れて、尻尾から顔の方に向かって薄く切るよ。包丁は大人の人と使うんだよ。食べやすいように切ったら、はい、どうぞ。あー、サメのお刺身だ。これにつけて食べてみて。醤油、黒蜜だよ。黒蜜か。みょみょ、おいしい。僕はこのままガブーン。ピチピチなサメ、おいしい。これがあれば巨大サメ組が簡単に作れちゃうね。いろんな色で作ってみるのもいいかも。じゃあ次は赤いサメを作っちゃおう。そうだ。ぴょぴょぴょー、止まりー。今日のお絵かき。返してくれて